せっかく今の日本に生まれて保険でお薬を飲める環境にあるんだったら、必要なお薬はきちんと飲んで快適な毎日を過ごすっていうことが大事かなと思います。皆さんこんばんは、三浦クリニック院長の三浦直樹です。今日も今ね、診察が終わりまして、全国からね、いろんな患者さんが来られました。今日は一番遠い方は福島県だったかな。わざわざね、大阪まで来てくださって、どう役に立てるかっていうのを一生懸命考えてる毎日です。今日の患者さんで多かったのは、お薬を飲むことに対する罪悪感みたいなものを感じてる方がすごく多くて、インターネットとかでいろんな情報を見ると、お薬には副作用があるからできるだけ飲まない方がいいよみたいなお話とか、一回でも飲んじゃうと大変なことになりますよみたいな記事がたくさん上がっててですね、それを見てすごく恐怖心を感じて薬を飲むのをためらってる方もたくさんいるんですけども、私自身はお薬は不必要なものは飲まなくてもいいよっていうお話はさせていただきます。今日もね、9種類ぐらい飲んでる方がおられて、これとこれは同じ作用だからいらないよって言って、結局4種類ぐらいにしたっていう患者さんがいるんですけど、不必要なものは減らしていくみたいな感じで、でも飲まないといけないものは必要に応じて飲めばいいよっていう話をしてます。例えば、まあ痛みがあったとして、一日中ね、痛い痛いって辛い思いをしながら過ごすんだったら、多少お薬飲んで一日楽な生活をできる方がいいよねっていう話をね、よくさせていただきます。その代わり、そのお薬をデトックスするような生活をちゃんとやっていきましょうねっていう話を説明させていただくことが多いですね。ですのでね、お薬っていうのも江戸時代の人には預かれなかった恩恵だし、今でも貧しい国の人には飲めないって、まあこういう比べ方ってあんまり良くないんですけど、せっかく今の日本に生まれて保険でお薬を飲める環境にあるんだったら、必要なお薬はきちんと飲んで快適な毎日を過ごすっていうことが大事かなと思います。ただね、このお薬っていうのは私の考えでは時間稼ぎっていうか、飲んで症状を抑えるんだけど、薬だけに頼らずに、その間に自分自身で自然療法とかできることをね、しっかりやっていただいて、根本的な治療をしていただくっていうことをお勧めしています。ですので、一時的にお薬をね、飲まないといけない時は飲んでいただいてもいいんじゃないかなとは思っています。その時はね、きちんと主治医の先生にね、お薬の飲み方、副作用をいつまで飲めばいいのかっていうのをね、しっかり聞いていただいて、自分なりにね、続けるかどうかを判断しながら生活していっていただければいいんじゃないかなと思います。ちょっと強いね、ストレートのお薬とかですね、抗がん剤とかはやっぱり長期間、必要な時はしょうがないんだけど、あんまり長期間しないといけない時も、あんまり長期間飲み続けるのは良くないので、必要な時と必要じゃない時の区別をね、しっかりつけていただいて、必要な時だけしっかり集中して飲む、必要じゃない時はちょっと間を空けるみたいな感じですね。まあ今の医療ではもう飲み出したら一生飲まないといけないとかね、ずっと言われるんですけど、そういう場合もあるけども、そうじゃない場合もあるので、ケースバイケースで考えていかないといけないので、そういう時はね、またご相談いただければいいかなと思います。ということで、今日はお薬の継続のお話をさせていただきました。今ね、ちょっと冬の寒い時期なんで、しっかり体を冷やさないようにして、よく噛んで食べる、しっかり呼吸するっていうことを意識していただいて、生活していただいたらいいんじゃないかなと思います。ではですね、今日のお話はこれで終わらせていただきますので、今後もね、よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントもね、いただけたら嬉しいので、よろしくお願いいたします。では今日はね、これで失礼いたしますので、どうもありがとうございました。